や。本日は国道41号線沿いのゆで太郎を食べたことないんで、ここで食べてみたい。季節のミニ丼セット冷やん食べました。はい、いただきます。430、少し早めの430ミニストップでちょっと買い出ししてきました。3連休なんで結構トラックも空いてます。ただ乗用車はちょっと多いかな、夜中なのに結構走ってるけどね。あ、ここいいね。水は小巻で積んで、朝奈良市の卸なので今時間2時ぐらいかな。まああと2時間ぐらいで着いちゃうんで本日は楽勝です。はい、まあさっさと行って、なるべく早く行って寝たいと思います。沼津からでした。よし。2022年7月18日の月曜日、祝日で休みなんだね。はい、今千葉県習志野市に行きます。6時50分。もう待機ずっとしてんだけど、いい加減そろそろ下ろして網を乗りたいです。疲れた。早く今日の仕事を終わらせて、もう2時からもう今日の今積んで、これ積んでるのは昨日の仕事なんで、さっさと下ろして2時から今日の仕事があるんで、もう早く戻って1時間2時間でも休みたいです。こんな感じでさっさと下ろしたいです。そんな感じ。2022年7月19日の火曜日朝7時。はい、今ソルと散歩してます。8時過ぎで起きて帰りいいかなと思ったんだけど、ソルがもう行きたい行きたいって、起きてもはしゃぐもんだから、朝の7時に。ま、それ疲れた。どうした？ただいま北関東道の壬生に来てます。ここはちょっと初めて来たかな。
ということで物色してみたいと思います。本日は5号メンチカツカレー頼んでみました。5号メンチカツカレーです。いただきます。いただきます。ごぼうの味がとても美味しいです。道の駅のパーキング、じゃがいもとトウモロコシ買いました。メークインと北あかり、それとトウモロコシ2本、だいぶ買ったんだけど、これで580円でした。はい、豆乳ソフトクリームを頼みました。はい、はい、こんな感じで、よいしょよいしょ。はい、豆乳ソフトクリームです。結構でかいんで。うん。うまいけど、外が暑いんで。溶けてきてる。はい、うまいです。早く戻ってきました。初めて来た。結構楽しいね、道の駅がくっついてるから野菜も安いし、思わずいろいろ買って食べて、いくら使ったの？580円930円、800円、2000円ぐらい身分に落としてきました。2000円落とすぐらい思ったよりも楽しかったです。はい、でごぼうのメンチは多分好き嫌いがあるんじゃないかと思います。俺はごぼうが好きなんで、シャキシャキした感じがとても美味しかったです。ただごぼうがあまり苦手な人は、食べれないかもしれないですね。今日のカレーは、でカレーは、まあ普通、いろいろ卵を置いちゃった。盛り付けも良かったです。個人的には皿の素材がスプーンと擦れる音が嫌いな音が出てしまう、お皿の素材だったので、マテリアルだったので、ここが、豆乳を買ったんで、なんか甘さ控えめ、でも豆乳の味がもうちょっとしてもよかったかなと思います。もうちょっと濃くてもよかったかなと思います、豆乳感が。はい、ではこれから高槻の方を向けて走っていきたいと思います。2022年7月10日、うつつ峠の宇佐美で燃料補給です。順番待ちしてます。
はい、順番が回ってきました。中央道うつつ峠サービスエリア、窓も流してくれます。久しぶりに名神の田がサービスエリアに来ました。